君を倒します、うん、あっご主人様お帰りなさいませすみませんもう少しお出かけになられてると聞いていたんですが今終わりますのでも。ま もしかしてお疲れですかうんもしよかったらマッサージしましょうかお掃除も大事ですけどご主人様も大事ですからもちろんご希望とあればなんですけどどうしましょうかはい かしこまりましたこちらに座っていただいて楽な姿勢で座ってくださいねでは肩から揉んでいきます ぜんたいを温めて血行が良くなるようにさすさす。サスサス マッサージはマダさんから教えてもらったんです小さい手なのに力が強くてびっくりしちゃいましたどこからあの力が こものの上手なれっていいますからマナさんも好きだからパワーが出てくるのかもしれませんあ好きってマッサージの方ですからね。 少し首も冷えてるみたいなので手でペタペタっとして温めますね。 温まってきたらうなじのあたりをぐーっとして血を流してあげます。 疲れとかも首にくるんですよね首が凝ってる時はゆっくりとお風呂に浸かるといいんですリラックスにもなりますし血行も良くなりますよ入浴剤も準備しておきますから一息つきましたらお風呂へどうぞ。 次は肩全体を叩いてほぐしますペチペチペチとリズムよく 柔らかくなってきたら、ゆっくりトントンと… タコリといえば私も初めの頃はすぐに凝っちゃって本当に大きなお屋敷だから迷子になっちゃったり神経を使ってしまって。 ちなみに迷子になった時はエミさんとマナさんが2人で探しに来てくれたんですよ。フ <laughs> フその頃からなんとなく慣れたっていうか。 肩と首はこれでいいですねすっかりあったかくなりましたあまだもう少しお付き合いください仕上げに耳のマッサージをしておきますからお耳に手を失礼します 耳も結構冷えるんですよ手で包んだ耳をくるくると回すようにして 倒しますぐー。 それででおしまいです疲れが少しでも取れたならいいんですけど <laughs> それならよかったです落ち着いたらお風呂にゆっくり入ってくださいねお風呂の後でお飲み物をお待ちしますね飲んでほっとしてくださいでは失礼いたします